一昨年まで住んでたアパートの話。引っ越しをしようと決め、物件探しをしてるとき、ちょっとした縁で安くできるからと、そのアパートを不動産会社から紹介された。部屋は 1K、ロフト付き、日当たりも良し。大きめの収納もあり、交通の便も良く、ほとんど文句ない物件だったので、ちょっと奮発してそこに速攻で決めた。で、当時猫を一匹飼ってた。前に住んでた部屋はペット OK のボロアパートだが、そのことの許可をもらうのを忘れてしまい、まあ後でうまくごまかせばいいかってなぐらいの気持ちで猫も連れてきた。トイレ、泣き癖は完全にしつけてあるという安心感もあったし、アパートの住人たちへの挨拶も済ませ、近所のスーパーとかを見て回り、引っ越し当日は終了。荷物も整理してない部屋で寝ようとした時、猫の異変に気がついた。玄関のドアの方を見て微動だにせず、ずっと低い声でうなっていた。普段はこんなことしないのに。その時は野良猫でもいるのかなとしか思わなかったので、そのうち慣れるだろうと思い、早々に寝てしまった。が、次の日もその次の日も毎日毎日夕方頃になるとその行動をするようになり、これはおかしいぞと思い、うなり続けている猫の近くに行った。するとなんか玄関の外で人の気配がする。お化けとかそういう雰囲気ではなく、明らかに人間の気配。思い切ってドアを開けたかったが怖くてできない。つかそんな根性とかないし。結局物音を立てないように猫を抱えて部屋に戻り、襖を閉め寝ることしかできなかった。それでも猫は襖越しに玄関の方を見てうなっていたけど、結局そんな毎日が続いたため満足に寝ることができず、3ヶ月で部屋を引き払うことにした。体重も10キロ落ち、医者にも相当ストレス溜まってるねと言われたので、元のアパートに出戻りする形になった。でまたアパートの住人に挨拶してくことにしたんだが、こっちが短い間でしたがお世話になりましたと挨拶すると、決まって全員猫の話をするんだ。このアパート猫とか禁止でしょ、なんで飼ってるの、大家さんの許可もらわないとダメだよ、大家さん猫のことで怒ってるわよとか、一度も部屋から出していないのに、去勢したから大声で泣いたことも一度もなかったのに。で最後の一人にさりげなく聞いてみた。なんで猫飼ってたの知ってるんですかって。そしたら、アパートのみんなで交代で見張ってたからと言われた。どうやら毎日毎日交代で、なんと大家の指示らしかった。俺が帰るとすぐにその日の当番がドアの前でずっと見張りをしてたそうだ。ドアポストからの監視もしていたらしく、それで猫を見つけられたみたいだった。猫のことで許可をもらわずに飼ってた俺も確かに悪かったが、それならそうと一言言ってくれればいいのにと反論したら、大家さんの指示だからという。その後の話を聞いてみたら、どうも郵便物も大家さんの指示でチェックされていたらしい。さすがに封筒を破ってまではしなかったらしいが、誰から来た郵便ってのは逐一チェックしていたそうだ。それを聞いて、もう一日とここにいたくないと思い、
1週間後だった引っ越し予定日を無理やり繰り上げ、翌日引っ越しをした。今ではもう笑い話でしかないが、当時は本当にシャレにならないぐらい怖かった話。追伸。なんで大家さんがチェックしてたのか、不動産屋がどういう縁で安くできたのかは分からずじまいです。つか怖くて調べたくもなかった。つまんないオチで済まそう。今では何事もなく、ストーキングされることもなく、平穏無事な毎日。やっぱ値段とかに見合わないお得なアパートって危険ですよ。